エルちゃんラジオ。はい、エルちゃんラジオの時間です。第3回目ですね。今回のお話なんですけど、皆さんは落ち込んだりした時どうやって復活しますか？例えばそうですね、音楽を聴いたり歌ったり、ご飯を食べたり、買い物したり、体を動かしたり、他には、あ、寝るっていうのも聞いたことあります。俺の場合はですね、この下がっている気持ちを上げようとするので、音楽を聴いたり、もしくは歌を歌ったりします。特に多いのが車の中で歌うことが多いですね。自分の好きな曲をかけてそれを歌うんですけど、ここ数年はですね、アニソンを聴くことが多いんですね。その中で一番聴くのが水木奈々さんの曲です。あの人の曲は本当に元気が出ます。いろんなアニメのオープニング、エンディングに水木奈々さんの曲って使われてるんですけど、もうどれもかっこいい、元気が出る。聴いてるだけで体の中から何か湧き上がるものがあります。他のことでも回復はするんですけど、やっぱり歌を歌うのが一番ですね。もう喉が枯れるぐらい大きな声を出して歌うと、本当にそれで復活できます。俺の中で水木奈々さんっていう人はすっごい人で、3年前に熊本でライブがあったんですよ。それが初めて生で見た水木奈々さんだったんですけど、一発で虜になりましたね。テレビや CD で聞いたり見てた存在が目の前にいるんですよ。全然本物は違いました。歌われてる時の、なんだろう、勢いっていうか、そういうのがこちらの客席の方までバンバン伝わってくるんですよ。それなのにトークをする時間が合間合間にあったんですけど、まあ可愛らしい、同じ人とは思えない。いやー、よかったです。いきなりこう気分が下がったりする日っていうのも絶対あるので、もうそんな時は俺だったら水木奈々さんの曲を流しながら一日を過ごすとかですね。もうそれだけで本当にリフレッシュできます。皆さんもですね、同じようにリフレッシュできるものがあるといいんじゃないんでしょうか。ということで今回はここまでです。それではまた次回お会いいたしましょう。